画家でジャーナリストの増山玲奈です。で、今日沖縄の辺野古が大変なことになってるっていうことで、本当は私も現地に行きたかったんですが行けなくてすいませんでした。で、その代わりといっては何なんですが、その沖縄で、振興予算が減額した件について自民党の議員に聞いてみようと思いまして、今日昼間電話作戦をしてました。で、結論から言うとみんな逃げてまして、コメントは取れなかったんですけど、沖縄の、県の県支部の方は、明日閣議決定、まあ、本日ですね、14日の閣議決定後じゃないと正式なコメントが出せないということで、もう一度電話することになってます。で、あと、沖縄支部の会長の西目さんの4区の赤峰 中里さんの教え子であり対抗馬の方だった方なんですけど、西目さんに連絡しましたら、なんと明日閣議決定がした時からベトナムに 2,3 週間出張だそうです。で、いなくなっちゃうということで、辺野古が大変な中、自民党の皆さんは公務がお忙しく、この都合の悪いことは、きちんと答えてくれないということがよくわかりました。というわけで、明日ももう一度、今日か、14日ももう一度電話をしてみたいと思います。辺野古、キャンプシュワブの前で頑張ってくれてる皆さん、本当にありがとうございます。なんとかできることをやって、日本中で、この米軍に支配されるっていうか、もはやなんか米軍の下で戦争をしたいという、その安倍政権の勝手にさせないような、金で札束でこうほっぺを殴られてもギャフンと言わせるぐらいの民衆を育てていきたいと思います。頑張ります。じゃあね。もしもし、私、雑誌で記事を書いております、ジャーナリストの増山と申します。はい、この度、自民党での、議連の皆さんに、復興予算についてどういう見解を持たれているかということをお聞きしたいなと思って、先ほどファックスも送らせていただいたんですが、もしもし、はい、どんなご見解なのかということを聞かせていただけないでしょうか。少々お待ちください。はい。なるほど、ファクションのってのはどういうこと？今回、政府が発表しました、今年度の、来年度の、今年の公予算についてどういうご見解を持たれているかということをお聞きしたいんですけれども。それでファクションをしてるわけ？はい、そのつもりなんです。今お電話でお話を聞かせていただけましたらそれでもありがたいですし、ファックスにも書いたんですが、もしもし、その、減ったということが書いて、報道によって確認してるんですけれども、それをきちっとした金額が下から決定されるんです。その後じゃないとコメントできないよ。その閣議決定の後ではないとコメントができない。はい。この、まあ、今、前の段階で、うんぬんっていうコメントできません。なるほど。明日以降、でも、でも電話ください。その、今の時点で、その、予算会議などを経て、見解っていうのは難しいでしょうか。あるけども、やはり、我々組織ですから、はい。では閣議決定、明日この、はい、発表された後には正式にコメントをいただけるということで、はい、よろしいんでしょうか。金城さん、では、はい、明日またご連絡させていただこうと思いますが、はい、明日金城、下のお名前もお願いでき、金城悟さんですね。わ、はい、かりました。はい、どうもありがとうございます。増山と申します。
お世話になります。この度、明日予算の閣議決定がありますけれども、沖縄への予算編成につきまして、振興予算は減額ということなんですが、その件につきまして、国場先生の見解を聞かせていただきたいなと思いまして、お電話させていただきました。かしこまりました。ではですね、はい。はい、折り返しこちらからご連絡させていただいてもよろしいでしょうか。わかりました。ちょっとタイトで大変恐縮なんですけれども、週刊誌でして、はい、急遽予算のことでページがありまして、はい、今日中にちょっと記事を書かないといけないんですね。ですので、コメントをいただけるかいただけないかということで、今日中にお電話をいただけないかと思うんですけれども。ではですね、少しお待ちいただいてよろしいでしょうか。はい、ですね、明日の午前中までギリギリゲラというところでは、はい、対応できるんですけれども、ちょっとですね、はい、日程の方がスケジュールタイトになっておりまして、今日中お返事できるかどうかっていうのが今の時点で分かりかねるんですよ。もしコメントできそうであれば、はい、こちらからご連絡とかでもよろしいですか。はい、分かりました。あとですね、その週刊誌の方は、本日、締め切りなんですけれども、私、インターネットテレビですとか、違う形で、他の、新聞に寄稿するなどという形で、この問題を追いかけておりまして、もし、明日の閣議決定の決定の後でも構いませんので、正式なコメントをいただけるようでしたら、改めて、取材をさせていただきたいんですけれども、その件も含めて、はい。はい。記事を書いております、増山と申します。沖縄の振興予算の提言の問題でですね、細田先生にご見解をいただきたいなと思うんですけれども。はい。明日以降はいかがでしょうか。はい。ただ、時間を、こちらの方が待てば見解はいただけるんじゃないかと思います。